村松公園の玉子を造中堅玉子は、新潟県中間原郡川内村にて飼われていた、メスの芝犬である。飼い主を二度に渡り、だれから救ったことから、中堅として知られている。昭和の初めの頃、新潟県中間原郡川内村で漁師をしていた、狩田義太郎が飼っていた漁犬である。1934年2月5日と1936年1月10日の二度に、 渡り、刈田が両場にてなだれに巻き込まれたのを助けたことにより、日本や世界の新聞、ラジオで大きく取り上げられた。多摩は、新潟県知事やアメリカ合衆国から表彰され、1940年に11歳で、没した。1937年当時の川内村、立川内小学校校長の呼びかけで、羽下大科による銅像が、 川内小学校と新潟市の白山公園に混流された。このうち白山公園に混流された銅像は第二次世界大戦中に同鉄教室されたが、1958年に再建運動が起き、翌1959年、皇太子、秋人新能と正田道子のご成婚を記念して、渡辺徹により二代目が混流された。また、 1982年には上越新幹線開通を記念して新潟駅南口駅舎2階の新幹線コンコースに羽下大河の弟子の林正蔵により銅像が建立された。さらに五泉市にある村松公園にも林正蔵により銅像が建立されており新潟県内には4基の中堅玉港の銅像が存在する。また、 当時横須賀市に在住していた新潟県出身の海軍関係者がこの話に感動し、1936年に高さ約2メートルの石碑を建立した。この石碑の記号は当時横須賀市長であった小泉又次郎によるものであった。当時の村松町川内地区と横須賀市絹笠地区はこの縁から交流を深め、2002年からは市民レベルでの交流が本格化し、 合併後の五泉市と横須賀市は2009年1月15日付で災害時総合応援協定を締結した。2017年3月23日の木の傘観光協会主催、中堅玉子慰霊祭において五泉市から寄贈された中堅玉子像の除幕式も行われた。記号は小泉純一郎の次男、小泉慎次郎によるものである。なお、五泉市にある、 玉構造の隣に混流されている石碑の記号は、小泉又次郎の孫であり、当時の内閣総理大臣であった、小泉純一郎によるものである。後の村松町立五千市立。2012年3月の広告党配合により、閉校し、翌4月に、市内一曽根に新設された五千市立、阿多子小学校に統合された。ありがとうございます。